皆様こんばんは、桜井よしこです。言論テレビは毎週金曜日夜9時の生放送です。今夜はですね、台風で強い風強い雨の地域が多いと思います。どうぞ皆さん警報などに気をつけながら聞いてくださいね。さて今夜はこの台風の中、言論テレビは2階建ての特別番組をすることになりました。第1部は眞子さまと小室さん問題、皇室問題の特番です。そして第2部は新しく誕生した自民党総裁岸田さんのこれから日本の政治はどうなるのかについて特集いたします。今夜の進行はですね、月刊花田編集長の花田和義さんと一緒にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、そしてまずゲストをご紹介いたしましょう。作家の武田恒也さんです。どうぞよろしくお願いいたします。武田さんには第1部と第2部を通してお願いしたいと思います。はいはい、で第2部はですね、2人の政治部長石橋文人さんと有本隆さんに合流していただきます。さてここでちょっと、目次といいますかね、これをご覧いただきましょう。第1部では眞子さま幸せの代償、小室さん論言の正体ということで、眞子さま10月26日結婚なさって記者会見をなさいます。で眞子さまは複雑性 PTSD 状態であると発表されました。で小室さんへの批判が眞子さま批判となり、秋篠宮皇嗣殿下への批判となって皇室批判となっていったら本当に困りますということですね。で第2部では岸田さんの人事の評価をいたします。河野太郎氏の大敗の原因は自らの政策が問題なんだと、岸田人事はまたもや短命政権かと、予測させるようなちょっとばかりまずいものでありますよということ、それから政界再編はあるのか、その予兆についてお話をしていきたいと思います。さてここでですね、今日武田さん宮内庁が記者会見をいたしまして、10月26日に眞子さまとこの小室さんがですね結婚なさいまして、その後お二人で記者会見をなさるということを発表したとともにですね、4つほど大きなことをおっしゃったんですね。今のお二人の結婚の問題、それから女性皇族の結婚に伴う一連の儀式は行いませんと。で国からその支給する一時金は、眞子さまがご辞退するのでお支払いしませんと。そして最後にですね、眞子さまは複雑性 PTSD というふうに診断されるというんですが、これね、NTT 東日本関東病院品質保証室長という秋山武さんってお読みするんでしょうかね、が発表なさったことなんですけど、自分自身と家族、結婚相手と家族に対する誹謗中傷と感じられる出来事が長期的に反復され逃れることができないという体験をされた、そのためにちょっとお心を悩ませているんだという、この4つの発表がありました。今日の宮内庁の会見ご覧になって、はい、どういうふうにお感じになりましたか？そうですね、いきなりもうその結婚の発表ということでした。はい、もうこれは当然流れは決まってたと思うんですけども、やっぱり小室さんが帰国して、国民が聞きたいことが結構ありますので、そこをちゃんとやっぱこの天皇陛下からも課題を示されていたわけですから、多くの人が喜び納得してくれる環境を整えなさいということですから、やっぱそういう何らかの説明があった上でそれが受け入れられるかどうか、それによって結婚と愛になるかどうかという流れなんだろうなと思っていたらですね、会見の前にいきなり答えが出されたということで、じゃあ何のための会見なのかなということをちょっとね、びっくりしたというところですね。あとこの一時金のことは事態というのは前もってもう内々に伝えられていましたけども、この複雑性 PTSD というのはこれちょっと全く想像もしていなかったことですので、ちょっとびっくりしましたね。そうですよね。こうなりますとですね、当然この後にですね、眞子さまが幸せを感じることができないようなお心の状態であるということと、この
世論の側からというかメディアの側からのこのようなその、誹謗中傷と感じられるようなコメントなど、うん、メディアに対する牽制ですかねこれね、なければあのご回復も早まるというような趣旨のことも、うん、あの発表なさっているんですね、うんうん、あのまあ、ご結婚前からその離婚の話をするのも大変無礼ではあるんですけども、ね、万が一そういうことがあった時に、うんうん、一般人だったらもうあの、まあ、実家に帰って出直り なんて言うんでしたっけ、はい、出戻りというのが可能ですよね、だから法的にですねあの民間人に下ってしまうとあの皇族に復帰することができないわけです。そうするとですねあの秋篠の宮邸にお戻りになることもできないんですね、うん、これ憲法8条で皇室から民間へ の財産の使用が禁止されてますから、うん、そうするとあの、うん、家賃相当無料であの暮らすということになってしまいますので、うん、そうするとですねあの本来だとできる実家に出戻りということも、うん、あの法律上の制約でできないということなんですよね、うん、ですからあのそういう選択も取りにくいという、うん厳しさもあります、うん、それともう一つはね、はい、あのまあ小室さんとうまくいかないっていうようなことがあった、うん、あるいはトラブルがあった時に彼女が相談する人が向こうにいないわけじゃない。そうですね。ね、だからそれは例えばその今からそのしかるべき女性なり、あるいはまあ弁護士さんでもいいんですけど、信頼できる年を取ったそういう弁護士さんみたいな方を彼女にまあ紹介なりなんなりしてあのつけておかないと、まあ、相談役としてね。そう。いざとなった時彼女は孤立しちゃうんですよね、向こうがアメリカで。あとお母さんがニューヨークに行かないか心配ですね。まあそうですね。まあ、行くでしょうね。行くでしょうね。あのじゃあお三人でお住まいになるの、はい、はい、だと思いますね。それも大変だと思いますよ。あのお母様、うん、失礼ながらね、うん、あの眞子さまの品格には全く合わないような方でいらっしゃるのでね、うん、あの一緒に住むことがあの苦痛になるかもしれないですね。あの結婚してみていろいろと見えてくる違いってあると思うんですけども、うんうん、あの私ちょっと気になるのはそのまああのまあ、なんて言いますかね、生まれが良いとか悪いとかってよく言い方しますけど、あのいい家の家あの生まれだというのは別にそれはあの金持ちとか名士とか元、公家だとかそういう話じゃなくて、やっぱこの日本でいいとこのお坊ちゃんとかいいとこのお嬢ちゃんっていうのは人前に出しても恥ずかしくないとか、まあ人様にご迷惑をかけない、皆さんに不快な思いをさせない、ちゃんとそのね、TPO に合った振る舞いができる、そういう子をまあ育ちがいいっていうわけですよね。で金持ちでも育ちが悪いたくさんいますし、逆もしかりなんですけども、そうすると例えばあの、記者にこうマイク向けられてずっと無視するとかですね、もしくはあのポケットに手を入れてですね、あのなんかあの接するとか、これあの育ちが悪いんですよね。で例えばですね、そういうのも幼稚園生のうちにですね、これお辞儀だってですね、これ嫌ですね、持ちながらお辞儀してますよね。これお辞儀慣れしてないんですよ。お辞儀慣れしてる人はこんな持ちながらですね、オバマ大統領のね天皇陛下との握手じゃないんですから、こんな持ちながらお辞儀したらこれなんかあのなんか筋トレしてんじゃないんですから、いやこれお辞儀慣れしてないとこうなるんですよね。で、あのつい数日前にですね、私の娘幼稚園生なんですけども、ちょっと塾のイベントで、まあ、私も一緒に行ったんですよね。そして帰り際に、まあ、娘が先生に挨拶するときにですね、ポケットに手突っ込んだまま、ありがとうございましたって言うんです。そしたらですね、私の妻が間髪入れずに、なんでポケットに手入れてんの、出しなさいって言って、もう一回挨拶し直すって、これって幼稚園生のうちにもう終える話じゃないですか。だからこうマイク向けられてこうポケットに手入れて歩いているから始まって、多分注意されたんでしょう。それ以降はポケットから手出すようになった。でもカメラから離れてまたポケット手入れるっていうですね、まあ、そういうところを見るとこの育ちの悪さというのがいろいろともうこのお辞儀一つ見ても、ああちゃんとしたお辞儀してこなかったんだなっていうふうに思うわけですよね。はい、僕らからしたら脱原発エネルギー問題とか高騰が大きいんですけど、自民党の議員を左右したのは間違いなく最低保障年金ですよ。全く議論なしにね、今までの自民党の議論を飛び抜けて最低保障年金にかなりこだわりを持って言ったじゃないですか。あれっていうのは消費税率 20% 前後に跳ね上がるって話ですからね。
かたやね実現性はともかくとして、うん、立憲民主の枝野さんが消費税 5% にして所得税1年間取りませんと言ってる横で消費税 20% の、 最低保障年金を出したら選挙の時徹底的にやりますよ。河野政権だったら消費税 20% になるんですよと、うんうん、これにみんな触れ上がった。だから墓穴を掘ったとしか言いようがないですよね。有本さんどうですか。まあ、そのとこもあると思います。で先週のこの番組に出た時の段階で党員調査ですね、党員の代替調査で、はい、まあ、4321ということでもう河野さんが勝つ見込みはもう逆転されると、うん、2参院連合でですね、うん、それが分かった時からもう当初河野陣営で110ぐらいあったのが、うん、もうその岸田陣営高市陣営の草刈り場になってるわけですよね、うんうん。忖度まず安倍さん納得してないですよね、うん、そもそも、うん、私もねこれ見るとね、うん、菅さん岸田さんって忖度の人ではないんじゃないかって、うん、自分勝手にやる人なんじゃないかって感じます。多分ね甘利さんは安倍さんと仲いいから安倍さんも納得するんじゃないか、うん、喜ぶだろうと。でも、うん、もし安倍さんの心を代弁すると、うん、高市さん俺が担いでね踏ん張ってなかったら、うん、あんた河野さんにボロ負けしてたんだよと、うん、これで2、3連合の形までやって、うん、最終的に全部決選投票で乗ってる、うん、あの数字見ても、うん、ほとんど乗ってますよね、うん、そうですね、高市さんの票で、そうです、はい、そこまでやってんのに、うん、幹事長ポストを自分とこの清和会に渡さないどころか、うんうん、まともにその人事の相談さえ来なかった、うん、あ、来なかったんですか、うん、それはねやっぱりねどういうことと思ってるはずですよね、うんうんうん。武田さんこういうその仁義を切らないというかね、はい、このお世話になった方に、はい、まあ礼を尽くさないというのはよろしくないわね。もう結局鎌倉幕府とか、うん、論功行賞失敗してダメになったっていうのが一応よくある話で、うん、で論功行賞だけでもダメだし、うん、論功行賞でみんながね不満を持つようなことになったらやっぱり動かないですから、うん、だから何を軸に決めたのかなっていうところですよね、うんうんうん。高市さん入れたじゃないかと、もしかして、うん、岸田さん言いたいかもしれないけど、うん、高市さん無派閥だから、うん、それはやっぱ顔が立たないわけですよ、うんね、うん、でましてやね清和会の福田さん入れたじゃないかと、うん、そんなの火に油状態で、ね、うん、安倍福田の関係っていうのは代々もう激しく今回も対立しましたしね、はい、それを入れてそれは火に油だと思いますよ。この福田さんという方ね、まあ、福田康夫さんのご子息、福田赳夫さんのお孫さんということで、ね、祖父も父も総理大臣だった名門の出ですけども、でもこの方3回生でしょ。そうです、ね、うん、でもちろんその地盤があるからね、安倍さんのおかげで通ったとは言いませんけれども、でも3回生が総務会長になるっていうのはどういうことなんですか。総務会長っていうのは一応自民党の最高意思決定機関なんですよ。だから平時はなんかお茶飲んでるだけみたいな雰囲気だけど、例えばかつて政治改革法案を通すとかね、小泉内閣、純一郎内閣の優政法案をやるとか、最後の最後の党が大盛に揉めた時には総務会なんです、最後の舞台は。これ大変な話になって、だからもう本当の長老、何度も閣僚を経験した長老がなるのが総務会長だったのに、うん、閣僚経験のもない福田さんでね、うん、例えば何か大きな案件があった時に、うん、萩生田光一とかですね、うんうん、武田良太みたいなでっかい連中がずーっと殴り込んできて、うん、会長どういうことだってやられた時に、うん、逃げちゃうんじゃない。できないですよね逃げちゃったら困るじゃない、っていう話ですよね総務会長ってそういう役回りですよ、うん、なるほど、うん、だからもう最後の最後に法務会通らないと自民党の維新にはなんないから、だから序列としては幹事長より高いんじゃないかな。確か幹事長よりも高い、一応の序列はね、まあ、重要性においてね、うんうん、まあ、権力は断然幹事長ですけど、ね、ちょっとお聞きしたいんですけど、広報本部長って何なんですかちょっとその前にね、はい、もうちょっとこの福田さんのことを聞きたい、ごめん、後で聞きますね。このね、その福田さんという方はおじい様もお父様も、まあ、どっちかというと親中派ですよね。で特に福田康夫さん、うん、お父さんはもう決定的な親中派ですよね、うんうん、だから今回のなんだ
ウイグルのことだってね、もうものすごくその、あの決議案を出すのにね、人権非難の決議案を出すのに反対してたわけですけども、うん、菅さんはそつなく、ね、コロナ対策していたにもかかわらず全く評価されなかった、うん、それって総理も口下手だし、うん、官房長官がフォローできてなかったってことだと思うんですよね、うんうん、できてなくて評価されないのはともかくちゃんとやってんのに評価されないという、そうそう、でそうするとやっぱりこの総理の足りない部分をしっかりとカバーできる人かどうかというところですよね、うんうん、その意味ではその説明能力という意味で松野さんってどういう方ですか。まあ、器用な方っていうかっていうのはありますけども、でも理解力っていうかこれまでの2年、ね、あのコロナ対応のある程度経験がないと閣僚であれですね、うん、何もそれはやってらっしゃらないけど、事務総長はやってるかもしれないけど、うん、やっぱり現場でそりゃ萩生田さんとかね、それぐらいのが、うん、もう本当に学校の向き合って大変な思いしてきてるわけじゃないですか。そうです、なんでその人を使わない、安倍職がなんとかとか朝日新聞なんかに言われて、うん、そんなの気にするっていうのが到底信じられないですね。僕は萩生田さんについてはちょっともうちょっと待って、あの別の問題で論じたんですが、その前にこの方はどうなりそうなんですか。ただの冷や飯どうなの。これ言っちゃっていいんかな。言っちゃっていいわ。あの萩生田さんと、うん、あの進次郎さんが、うん、昨日か今日かあって、ちょっと大きい声で言って、昨日か萩生田さんと小泉進次郎が昨日か今日会って、はいはい、そしたら小泉進次郎が、いや私冷や飯どころか冷凍食品ですよって言ってきたと、うん、で萩生田さんが、冷凍食品はレンジでチーンってやったらあったかく美味しく食えるじゃないかと、そんないいもんじゃねえぞって言われて言ったらぐらい冷や飯になるんじゃないですか。普通入れないですよね。須田さん、この人のね、冷凍食品になることについてどう思いますか。まあしょうがないでしょう。勉強ですよ、勉強。まあいいキャラクターでもあるし、喋りもうまいし、発信力もあるんだから、もっと勉強する機関としていいんじゃないですか。その。言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。日本国が今本当に100年に一度もしくは200年に一度の重大な危機に見舞われていて、そして唯一の同盟国であるアメリカがもう確実に変わりつつある。そうです。中国が確実に覇権主義に走っている。 そうです。その中で日本国が一体どうやって生き残るのかという、もう最も深刻な問題を突きつけられている。そうです。その時に問われるのは、私たちがこの国をどのような国にするのか、はい、自力で国民を守り国土を守ることができる国にするのかどうか、そのためには何をしたらいいのか。一番明らかなのは憲法改正です。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、カナダ編集長の右向け右の動画をいつでもオンディマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々990円または1年で1万1000円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて、桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。月刊花田編集長の花田和義です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。
桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田調書なるものをね、そのしかもその調書を公開しろっていうことをね、他の調書も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その調書をじゃあ朝日が入手してね、公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田調書を公開したらいいじゃない、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。